さんこんにちは、僕ゲームのナスミラクル2020動画やっていこうということで、今回はですね、現在レジェンドボックスガチャ登場中の若かりしね伝説のイニエスタ連勝やっていきたいと思います。強みはね、やはり足元の技術がもう圧倒的、いつぶっ放しでいく感じ、プレイスタイルが2列目からの飛び出し、これなので今回はね3拍子パス、ドリブル、シュート、この3つをねポイントにね、レジェンドイニエスタ、若いイニエスタでどんどんね、いろんなことやっていきたいですね。レジェンドイニエスタメインショーやっていきたいと思います。いきましょう。いきます。好調を引いていく。ドリブルとパスのね超両頭型になるので、イニエスタバルセロナ DNA をねしっかりと、攻撃イコールね料理なんで、どう料理していくか、チャーハンを作っていく。チャーハンをね、野菜を入れてお肉を入れて作っていきたいと思います。いきましょう。イニエスタどう料理してくれるのか。さあここはね、ドベド、あ結構速いプレス、結構プレス速そうですね。ここどう来るかな。いやルーレット最高すぎる。そこするパス、まずは1点目お料理していく。イニエスタまずはしっかりとおにぎりを作ってきましたね。おにぎり、イニエスタのおにぎりはね味付け最高ですからね。OK。 うわクリバリが、クリバリが1個きつかったか。ガムガダイガーデン、はい、1-0課題ですね。とんでもなくねいい流れができてますね。そう、この流れをそのままにいきたい。嘘嘘、マジかやっちゃった。これやっぱお相手狙ってるのかな。うまいね。てかみんなキックオフがねめっちゃうまい。キックオフとかほぼ 100% ぐらい決められてる。いやビエラ来るけどね、イニエスタ負けないからね。ここ開いた強っクリバリ弾き飛ばした。体感レベル99きた、イニエスタのイニエスタさやっぱ強いね。あそこ体感のレベルがね99あるんでね。オバメヤンがねマジで速いオバメ速すぎるけん。うっそ、オッケー、クルトバー、クルトクルトバー。お相手が切りつつのところを狙っていくで、間をここで使って、いいよイニエスタ体幹力が強い、体幹が強い今のも1回じゃ負け。オッケー、ということでちょっともう1点取りたかったけどね。2-1、イニエスタ体幹最強。イニエスタねしっかりとねパスタ作っていきましたね。パスタ見てこれ、クリバリとの体格差ありますけど物おじしないこの強さがあるんでね、まだまだいきましょ う、 もう体幹レベル99なんで、イニエスタはホワイトメンバーがトーレスにルンメニゲ、レジェンドでクライフ、この飛び出し注意にキーパークルトワですね。お願いします。この試合はねイニエスタでどんな料理をしようかなと。イニエスタが作る料理、絶品料理きた。イニエスタ来たー、この飛び出しよ。 OK、 うわ止める。だったらこのイニエスタのコントロールカーブ蹴っていく。だったらこのイニエスタのコントロールカーブ蹴っていく。根幹持ちじゃないね、イニエスタの特大コントロールカーブ決まっていく。はいはい、ゼロ。カレーライスをねしっかりとイニエスタがね作っているんでね、焦らない焦らない焦らないよ。そう我慢比べですね、あそこは我慢することが大事と。これアシスト、もうこれ以上ないパス、これ以上ないパスからザニオロ。もうスピード、精度、コース、あのもう緩みないというか、もう全てが最高でしたね。次はフラスル、ピンポイントパス2枚かわしてあげて、ここに出てくるのが惜しかったね。怖い、落ち着け。こういう時はもうカーソルね、ネドベド合わせて戻してあげるだけでいい。
結局中央が最後怖いんでね、そこに行っていい。 OK このまま作れたら結構有利。こっちがよし、誰も追いつけない。イニエスタ誰も追いつけない、そのまま行っちゃえ。もういやあれキックフィントワンチャンあるよな。でもちょっとね、守備の時間が続いてますねこれ。いやうまっ、完璧すぎる。おーキーパーよく止めた。おっしゃおっしゃ、 OK2-0 イニエスタ、ナイスゴール&アシスト。これやばかったっすイニエスタ。コントロールカーブ持ってないけどね根幹持ってないけどここ決めていくという。アシストももうダイレクト最高。ザニオーロのねスピードも緩めないね、最高のパスアタック決めるだけザニオーロということで、イニエスタね次ラスト試合いこうかな。3試合目のところね、イニエスタ頑張っていきましょう。レディッコ見せてくれるのか。好調で、きなでっかい料理作っていっぱい食べたいと思います。よいしょよいしょ、いくぜ。そういえば最近ですね、あ、ちょっとやばい、いきなりパスミスした。焦らない焦らない。そうそういえば最近ね、ちょっと待ってねちょっと待ってくださいね、最近のことを話したい。え、やばくね、ちょ待って、あちょっと待ってくださいね、最近のことを話したかったんですけど。ザニオロ、イニエスタ最高、めっちゃグー。スター最高、うっそソルギャンベル強い。11よっしゃ、後半ちょっと集中いきましょう。集中してね頑張っていきたいと思います。これな、湧いてくるよな、やっぱうわー最高、めっちゃいいとこいるもんな、イニエスタナイス。うわー最高、めっちゃいいとこいるもんな、イニエスタ。もう真ん中でね、働きますよ、お仕事。お料理をね、完成させに行きましたね、今の。オムライス。完全にオムライスだな、今のは。うっそ。やっぶな。え、ここ。これ、コンカ。イニエスタのね、コンカがね、ちょっとね、さっきの試合でね、やばいって判明したんでね。おお、マジで取られない、魔法きたー。あれイニエスタパワーですね、取られないんですよね、なぜか。ハラン、いや大丈夫でしょう。ナイス、信じてた、しっかりと信じる力が実を結ぶ。大丈夫、クルトワがねほんと強い。よっしゃー、ということでイニエスタ3得点に絡んでいくスタイル、ナイス。はい、ということで今回はですね、レジェンド伝説イニエスタ使わせてきました。いやー、相変わらず強いですね、ドリブルパスどちらもできてね、最後の試合しっかりと自分のところも逃げたんでよかったと思います。ということでまた4戦使ってね、試合の方やっていこうと思うんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。イニエスタね、現在ボックスガチャに登場してるんでね、狙ってみてください。持ってない方はどうぞ、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイプレイプロー。